フリースタイルを学ぼう。あ、どうもこんにちは、ラディッシュです。前回構えの動画をやったんですけど、ちびっこレスラーにですね、あの僕の指導者は前足に重心をかけろと言われるんですみたいなこと言われて、確かにその方法もあって、その体重かけたままタックルを切るっていう方法もあるんですけど、まあちょっとどういうことかっていうのをちょっと説明していきながら、構えのパート2みたいな感じでやっていきたいと思います。オーケーです。ということでね、構えなんですけど、前回まあ僕が軽く言ったのは、まあ体重は 50%、50% で、右足から出す場合は軽く反対側に体重を乗せてからじゃないと一歩目出ないよっていう、まあ説明だったんですけど、そうですね、ちょっとやってみます、であったんですけど、そうですね、こう 50%で、そうそう、こういう風に前に構えてどうやって切るかしたら、このまま膝を落とす切り方も実際あるんですけど、これは正直難しいっていうのと、これってもうどちらにせよ足を触られることなんで、なるほど、もう世界とかも全然トップでも足触られたら基本的にもう取られるんで、基本はやっぱり引かないといけないって僕は思ってます。僕も思ってますですよね。だから触られないことが一番、触られたらもう取られると思ってないといけないんで、まあそういうことなんですけど、そうそうね、これ見て、この膝を落とすように切ってみる。遅いな。こういう感じになるんで結構難しいですよね、正直。だけど、ちょっとじゃあ入ってみて、普通に左に体重を乗せて引くっていうのはこれだけでいいわけです。だけどこっちに体重があると悪くはないですけど、入ってきた時にこう触られるから、結局はこれがダメだよっていう、触られない方がいいよっていうことなんですね。ってなってくるんで、ちょっとそこは絶対ではないんですけど、僕の考え方はそういうことだよということで、まあ、今回構えはこんなもんでいいですか。50%、はい、そういうことで、はい、ちょっと今回は、はい、パート2って感じですけど、まあ反対側にっていう 50%50% も参考なんで、やってみれば何か気づくはずですので、またやってみてください。では次回の動画でお会いしましょう。はい、お会いしましょう。さよなら。